麺はね、ほぐしつけてください、これね。この真ん中にですよ。ダンボー。もう絶対うまいじゃん、こんなの。どうも、料理の皆さん、リュウジでーす。昨日ちょっと飲みすぎちゃいまして、二日酔いなんですけども、まあね、二日酔いなので、二日酔いの時、皆さん何食べたくなりますかね。僕はですね、カルボナーラですね。カルボナーラを作っていきたいと思います。これで。じゃあね、やっていきたいと思います。で、今回はですね、まあ、じゃあこいつを使うんですけども、なんとですね、鍋使いません。丼内で完成させちゃいます。はい、二日酔いだからもうあんまりね、料理したくないんでね。めちゃめちゃ簡単な感じで、やっていきたいと思います。まずですね、卵ですね。はい、白身だけ入れてください。はい、こんな感じですね。はい、で、卵黄は別の容器に移しておいてくださいね。これね、水 150cc、牛乳 200cc。 ここポイントなんですけども、液体注いだらね、混ぜてください。こんな感じで、これしないとね、爆発するみたいですね。僕は爆発したことないんですけど、爆発するみたいなんで、これは必ずやってください。はい、チキンラーメン ね、こんな感じで、こんな感じでいってください。ベーコンですね。ベーコン 40g です。はい、でこの状態でね、ラップせずに 600W ロン充、600W、6分20秒。最近なんか動画で言われるんですけど、ゆうさんだんだん喋れなくなってませんかって言われるんですけど、大丈夫かな俺。氷がないんです、うち。だからなんかね、ハイボールって基本的にもう炭酸割りなんですよね、ウイスキーもね。だからなんか、飲んでいきます。あ、うまい。あー、キンキンだこれ。今日も頑張れる。洗い物したくない時にやっぱいいですね、これね。うん、洗い物基本的にあんましたくないから、なんかね、強炭酸って感じですね。グラス注がないから、ちょっと待って、これ何の動画これ。お酒飲んでるのは僕の趣味です、ただ。はい、麺はね、ほぐしつけてください、これね。豆知識なんですけど、バターを入れると大体のもんが美味しくなります。で、こいつを混ぜていきます。バターの香り と、コクが加わることによって、このチキンラーメンがあれになります。この真ん中にですよ、卵黄を添えまして。もう絶対うまいじゃん、こんなの。ブラックペッパーです。はい、カルボナーラですからね。ブラックペッパーをひきまして、あとパセリね。ということで、もう完成しちゃいました。チキンラーメンカルボナーラの完成です。はい、それではできましたので、早速食べていきたいと思います。うまっうまいよ。たまらば、ほんと好きなんですよ。美味しくても言葉にちょっと出ない。これを美味しい以外でどう表現したらいいのかわからないですね。だってもうシンプルにうますぎるから。ここで味変カンフージェネレーションをしていきます。まあ、これまたうまいな。タバスコをかけると大抵のもうまいですね。はい、これほんと美味しいですね。この汁のこう濃さもすごくいい。これがですね、火使ってないんですよ、レンジだけなんですよ。二日酔いの日でも全然余裕で作れちゃう。本当にこれが食べたかったんですよ。どうもの挨拶の部分、僕目死んでたと思うんですけど、どうも料理の皆さん、リュウジでーす。今どうですかね、生き返りましたか、チキンラーメンカルボナーラ。本当マジでうまいです。はい、マジでうまいので、ぜひやってみてください。今回の料理美味しそうだなとかですね、やってみたいかなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。ビン。